はやとラジオ、はやラジさあ始まりました。はやとラジオはやラジということですね。8月4日木曜日、旧暦7月2日となりました。ということで、マキさん、はい、はい、こんにちは。こんにちは、どうも、はい、ね、どうも、1週間ぶりのご無沙汰です。1週間ぶりじゃない、違うか、あ、はいはい、何でした、あの日曜日ぶり、日曜日ぶり、ああ、そう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 、ディッカ小座エーサー祭りでした。ああ楽しかったです、あれは行きました、うん、その前にファンキーさん、はい、この話しようと思ってた。どう、今日実はファンキーさんと早めに来てですね、関さん、うん、はい、早めに来てちょっと打ち合わせしようということでね、はいはい、来て まさかの話を、ま、いやいや、僕らの番組の前ははい、モーリーさんの番組なんですけど、そうですね、モーリーさんの番組にですね、はい、ちょっとゲストが来てまして、はい、まあ、その方と打ち合わせっていうか、まあ、ファンキーさん紹介するよっていうことで、うん、紹介しようとしてたんですよ、はい、そしたら、うん、外に、うん、早通ってから僕の連絡携帯に、はい、ハヤト中金切られそうなってるよって言ってから、ああユクシーって言ってから見に行ったのを見に行って、紹介しようした人が警察だったみたいな。そうなんですよね、そう警察紹介しようとして、うん、私に紹介しようとしてくださった警察の方がゲストでいる目の前で中金を切られそうになったハヤトさんっていうね、危なかった、危なかったです、はい、本当にやってくれました、ありがとうございます。ということで、ね、はいはい、そして小座エーサー祭りね、はいはい、楽しくね、すごい楽しかった、はい、もう、はい、ヘンリーとファンキーのグリーティングね、小座エーサー祭りお散歩、そうそう、歩いて ね、しっかりね、できました。まあ俺もあれをね、さっき言ったね、うん、ブランディングじゃなくてグランディング、グランディングって新しい言葉が生まれまして、はい、そうそうそう、ブランディングではなくグランドを歩くグランディングということでね、そうなんですよ、はい、ありがとうございます、はい、さあ、うん、そしてですね、今回また、もうニュースリーム見てる方には分かると思いますが、ゲストいらっしゃってますね、はいはい、どうも素敵なゲストでございます、素敵なゲスト、はい、まあ、小座中エーサー祭り、小座エーサー祭りね、はい、この方もなんか小座中だったゆかりの方でございます、うん、はい、またこの後ね、はい、紹介したいと思います、はい、さあそれでは、一旦次のコーナーでもうね紹介したいと思います、はいはいはい、小座のど真ん中、はい、はい、どうも、始まりました、はい、小座のど真ん中とですね、沖縄市のあんなことやこんなことですね、うんうん、裏も表も全て話していこうというコーナーでございますよ。なるほど ね、はい、真ん中の話をしようということで、ど真ん中でね、まあ、先ほどエーサーの話だったということで、はいはい、またなんかエーサーつながりで松本青年会の、そうなんですよ、松本青年会にですね、うんうん、はい、私の昔の知り合いで、まあ今沖縄県内に私のことを山ちゃんと呼ぶ人が20人ぐらいはいるんですけど、うん、その20人のうちの一人ですね、うん、花城くんっていう方からね、はいはい、ちょっとラジオで喋ってくれって言われたので、はい、ちょっと皆さんのお耳を、はい、お借りいたします、はい、では松本青年会より、うん、今年で再結成15周年を迎えた松本青年会、はい、今年はオリオンビール CM 出演、そして、うん、銭湯エーサー祭り2年連続出演と、そしてですね、うん、9月の10日から12日まで東京都町田で開催される、うん、フェスタ町田2016町田エーサー祭り沖縄県代表が決まりました、はい、というね、はい、いうことおめでたいんですけれども、うん、やっぱり団体でね東京に行くっていうことはなかなかお金がかかるもんで、はい、今ね皆さん助けてくださいっておっしゃってますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんかね、うん、まあラジオね聞いてる方は分からないと思うんですが、ゲストの方なんか息も止めてる感じで、ね、本当に今ちょっとびっくりしてます。こんだけ黙っとくことはありえない人なんですよ、実は。びっくりし早く喋らせてあげてくださいね。ね、ということでございます。すいません、すいません、はい、私が。もう見てる方は本当にね、はい、つっておりますので、ご紹介したいと思います。はい、本日のゲストでございます。岸本セスル。はい、セスル。失礼いたしました。はい。ちょっと、今の忘れてもらっていいですか、はいはい、じゃあ、お名前よろしくお願いします。はい。松川みゆきと申します。はい、よろしくお願いします。松川みゆきさん、よろしくお願いします。はい、先生です。先生なんですか。はい、はい、ヒアゴン小学校の6年2組の担任をしております、はい、松川みゆきと申します。いつもお世話になっております、はい、よろしくお願いいたします、はい、まあ、入りの方はなんか先生らしく入っていったんですが、はい、ありがとうございます。先ほど打ち合わせしてたらもうすごいマシンガントークというか、すごくそうなんですよ、はいはいはい、よく喋ります、はい、でも今日パフォーマーみたいなもんですからね、彼女はね、はい、
ありがとうございます。いろんな話を聞きたいなと思うんですが、はい、なんか先ほどなんか子供さんと遠足だったということで、はい、そうです。疲れてるんですか。そうですね、今日午前中は朝からですねラジオ体操まず連れて行って、はい、帰ってきてすぐ弁当を作って、はいはいはい、それから遠足の方にただ行ってですね、はい、入った途端にすぐ土砂降りに会いまして、あ、そのままあのお金を払ったのに出てくるという、ああで、そうだった、はい、そのままあのまた園の方に戻って、はあ、園で、まあ、弁当のを食べて、はあ、で午前中でもう下校という形でした。そうなの、はい、あ、子供の国に、うん、そうです、あ、じゃあ先生あれでしょう、その後ずっといろんな動物の真似でもしてあげてたんでしょう。それは作れると思う、はい、ありがとうございます。ですね、まあなんか、はい、お名前はみゆきさんというんですが、はい、みーゆん、みーゆん先生ということで呼ばれているということで、はい、そうです、いろいろね、ファンキーさんが先週なんかフェイスブックにアップしたら、そう、もう反響すごかった、そうそうそう、みーゆん先生って懐かしい、変わらないっていうコメントいっぱいです、はい、それから今何どこにいるの、うん、早くうちの小学校に来てちょうだいっていうコメントがいっぱいです。ありがとうございます。そうですね、まあ最後の方でですね、あのぜひまた次年度どこに行くかは相談したいと思います。冗談でございます。そういう相談聞くの、はい、ということで、まあ出身はでも沖縄市中野町小学校、ね、小、はい、小座中学校で小座高 校、うん、高校エリートコースです。お、すごい、いいよ、ありがとうございます。いい、ね、はい、まあね、本当にその後、はい、なんか本土の方に行って、あ、そうですね、うん、いえ、あの沖縄の方で、うんうん、あの育英義塾教員養成学院という学校の先生になるための学校の方が那覇校にあるんですが、はいはいはい、そちらの方にちょっと通っていまして、うんうん、で、2年目と4年目のこの免許取得のために県外の方にちょっと行って、うん、そこでまあ1ヶ月間ぐらいウィークリーマンション的なところに住んで、うんうん、そこで試験を受けてまた帰ってきてっていうので学生生活を過ごしていました、うんうん、なんかもう向こうではね、その教員免許と幼稚園の免許を、はい、取得して、あと大学卒業免許ですね。すごいね、やっぱりやる人やるね。タンク開きながらお尻拭くみたいな同時にみたいな、アンパンも食いながらね。ということで、あの本当に先ほどもう先生ということでご紹介してますが、はい、先生なる前は、はい、何かここのFM、そうそう、小座さんの走りの、ね、はいはい、なんとなんと、FM チャンプラーさんというところで、うんうん、毎週土曜日、うん、2時から5時まで3時間生放送番組をさせていただきました。すごい、ありがとうございます。この時もミーユンっていうことで、そうですね、その時もミーユンでした。あ、はい、なんかいろんなね、あのさっき聞いたらラジオのネタ、はい、うちらでもパクっていきましょう、はい、いろいろね友達を参考にしてね、なんかそうです、コーナーが3時間もあるので、うん、ひたすら喋ってるとちょっとやっぱり聞いてる人は疲れるということがあったので喋るのは大丈夫だけど、喋るのは大丈夫だけど、聞いてたんですけども、うん、ただやっぱり、聞く方がちょっときついということだったので確かにね、はい、で間間に番組をやりながら、まあ、タイムスケジュールもね、うん、やっぱり作りますので、うん、はい、まずはあの友達紹介っていうのをまずいいと思うとちょっとパクリをしたんですが、うん、まずはその、うん、私の友達をまず読んで、はいはい、その人がゲストで来ますよね、うん、でそこで15分程度喋ったらその方がまた別の方っていう紹介をしていくと、うん、その一番最初のゲストの方が私のもうメンバーになって一緒にラジオを作り上げたメンバーだったんですけど、でそれで、そこからだんだんこうあのバンドメンバーになると次はバンドバンドが続いてとか、で一回プツッと切って次は美容師さんと美容師さんが飲食関係やと思って飲食関係っていう形でそういうあのコーナーを作ったり、あと占い師さんであのエマさんっていう方がですね、とってもわかりません、とっても有名だったんですよ、あの沖縄情報さんとかいろいろこの沖縄から出されているこのローカル誌でこの占いを担当している方が茶谷にいると美浜にいるというのを聞きつけて、この人がすごく当たるというのを聞いて直接美浜で待ち伏せして待ってで、あのお会いしてぜひ来てほしいと言ったら、彼女は那覇に住んでたんですがわざわざ私の番組で預けるためにこう通告してくださってですね、なんかそのなんかエピソードみたいなのあったりするんです、この人が何かを当てたっていう、まあ沖縄のね、あの先生あれで言えばですね、あのユタ、はい、ユタが住んでるところでですね、あ、ユタが住んでたお家があるとしたらですね、はあはあ、そこにあの子供が野球やってボール飛んでガラス割ったらしいんですよ、はあ、そしから、あんたなんか誰が割ったかって言ったって、ユタが、はあ、いや、ユタが分からんなって、ごめんなさい、途中で怪しいなネタだなと思ったんだけど、いや、そういうなんか、まあね、エマさん、エマさんすごい方だったんですよ、何もアキさん、この映画エマさんが普通の方じゃなくて、やっぱりあのすごく当たると言われてたんですが、あのまず最初にセーラー服で来ました、あの年齢を
年齢を明かさないという占い師さんだったんですけど、で、次はなんかドレスできたり、ドレスできたり、ちょっとバンドをやってたらしくて、そういうそのバンドのまだメンバーもいろいろいたりとかっていう話もあって、何者なんですか？面白い方でした。はい、面白い。で、どちらの方かも明かしません。もう本当エマってしかわからないです。名字も年齢もわからないまま。私の番組をはいはいはい、ファミさん自作自演だったんじゃないですか。いや違います、エマさんは実はミユ先生がやってたっていう、違いますよっていうの、実はファンキーさんだったってことバレたか、はいはい、ということで、なんかまあまあちょっと学校のお話でお戻りしますが、小学校、今ヒアゴン小学校、なんか聞くところによると、このね、はい、そうなんです、ファンキーさんの娘さん、うちのクラスでございます。はい、ありがとうございます。素敵の悪い子供、とてもとてもいい子です。ダンスやってる子、あっちじゃない、あっちじゃない、お姉ちゃんやってる子。あー、そっかそっか。お姉ちゃんはまたね、2年前に隣のクラスの、そうそう、面倒見てもらってね、すごく素敵。あー、先月会いに来てました、私に、はい、そう、会いに行ってたね。スカート触らないもんね。あ、ごめんなさい、ね、見えるかもしれない、ね、見えない見えない、大丈夫大丈夫ですよ、ね、関さん、関さん喜んでるじゃないですか。あ、関さんにね、ちょっとね、サービスしちゃった。そうですね、決して喜んではいないだからですね、ユーストリーム見てる方ですね、今日見てくださいね、もうみんな揃えたわけじゃないのに、赤で、ね、赤でね、自分ズボンも全部赤です。うちら暑いね、なんかね、すごいね、赤でね、もう本当に、はい、こんなハッピーな先生がね、ハッピーです、ありがとうございます、本当にハッピー、ね、まだ100分の1も伝わってないと思うけど、わ、うん、かりました、はあ、じゃあもう本当にですね、この後ですね、みゆ先生、はい、いろいろまた聞きたいこともありますね、はいはい、よろしくお願いします。もうヒアゴン小学校4年目ということでございますが、そうですね、もうただ勤めて4年で、はい、ヒアゴン小5年目なんです、はい、1年目は育児休暇を取っておりました、わー、じゃあその辺の話もですね、はいはい、でまた今取り組んでることもあるということでございます、はい、佐久間先生のお話とかね、はい、聞かせていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それではちょっと早いんですが、一旦CM いきましょう。この会話は残っております。そう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 、はい、面白いこと言ってください、はい、はい、言えるかしら。いや、ちょっと、はい、はい、またそうですね、ラジオを始めたきっかけがデニーさんだった。あ、違う、最初はですね、比嘉俊嗣さんって言って RBC にいるんですよ、憧れから始まったわけですよ。わかりました、めっちゃファンレター書いて、わかりました、そして教職にの道へ進む時のきっかけ、一歩を、デニーさんね。そうなんですよ、だから放送関係に迷ってて本当に、で実はその前の年にだからずっとこの採用試験の NHK さんと RBC さんを受けさせていただいて、で結局もう NHK は一時通ったんですね、運よく、運よくですけど、で二時からもうアウトでした。まずもう問題文が英語だったので、狭き門なん。ヘンリーがお届けする音楽の街講座、はい、ヘンリーがお届けする音楽の街講座ということですね、はい、みゆん先生、はい、まあ、みゆきさんという、まあ、お名前でございますが、まあ、みゆんということで ね言われているということで、はい、自分も講座の街でヘンリーと呼ばれてましてね、はいはい、またヘンリーとね、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、その、音楽つながりでファンキさん、明日イベントがまた音市場であるということで、音市場、うん、あれのこと、はい、スタートアップ講座のこと、そうあそこ行っちゃうの、あ、ごめん、準備してなかったね、そうすべてね、打ち合わせ、カフェ講座、オープニングイベントですね、この前ほら島袋豊かさん、はいはいはい、ゲストに来ていただいたんですけれども、小座校の後輩、小座校の後輩ですね、豊かさんね、生徒会長でした、はい、火燃やしたっていうのは聞いてるんですか。あ、それ舞台ですよね、あ、知ってます、花火あるはいはいはい、私たち、はい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 とか言って、そう、あの豊かさんがね、これね、引っ張って、ね、すごいイベントがあるんですよ、そうなんだ、そちらの方にギャラクシーのダンサーも出ますね、ヘンリーも出ますね、行きます。ヘンリーはですね、まあちょっと出るよだったんですが、うちのリーダーが出ます、あ、うちのリーダーが出ます、リンケンさんが出ますので、うん、違うとこで出ようね、そうですね、一緒にね、明日じゃあ、はい、5時半集合、5時半集合、はい、5時半集合、ね、なんか他に友達も来るって言ってましたね、 JJ もね JJ 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 もね
来るんでね。もう一人なんか呼びたいとか。もう一人エーケルさんにね、うん、マイケル・ジャクソンの、コピーをして、ダンサーのエーケルさんもね、ちょっとまだ電話してないですけど、はい、後で誘おうかな。4名、濃い4名でね、遊びに行こうかなっていうのが、明日スタートアップカフェ、コザオープニングイベント、ミュージックタウン、おとちわにて、5時会場、5時半開演になります。はい、ぜひいらしてください。ヘンリーも明日コザップで行かせてもらいますので、ね、コザップで、まあ、引き続きあのはいアザップでございますアザップ、はい、ということで引き続きね、うん、サプールもねあのプラザさんでちかもうサプールに近いよねミユン先生そうもうね今日実は僕あのこの全身赤で来たのはですね、うん、ミユン先生の格好がすごく楽しみだなということで来ました、うん、なんか学校の授業でもなんかこうかなんていうかそうなんですよ、うん、やっているということで、うん、最近やったのがなんか、ね、白雪姫ねえ知らない姫知らない姫誰も知らない姫白雪姫白雪姫まあそれをイメージするために顔を白くまず、うん、塗って、でリンゴを作って、うんまあ、それでこう校舎内を歩き続けるといやどうしますかどうします面白すぎるいや面白すぎるいや本当にあのやっぱエマさんだった一校に一人ね欲しい先生でございますでしょぜひあの来年はですねあの室川小学校によろしくお願いいたしますねみんなそう言い始めるからみゆ先生あのご声いただけると、はい、大校長先生のクラウンネみちこ校長に言っときますのでまた台ついちゃったね、はい、何かあの、うん、うちの校長先生も知ってるということ で、ね、NIE というねあの倉みちこ先生は国語も専門でされていて、はいまあ、以前からちょっとあの、うん、知り合いではあるんですけどモナリザみたいな先生、ね、そうですね、はい、何笑ってるんですかいやいやはいそして今は、うんはい、そうですね NIE で、うん、今日から全国大会があって、うん、あの大分の方に、まあ、何か組んでる、うん、6年1組の佐久間先生もちょっと今それで行っているの、はい、大分県の方に呼びましょうよ今からあ呼びましょうかじゃあ、ね、はい呼びましょう呼んでということでね佐久間先生先生とはなんかずっと6年、3年、3年間ずっと組ませていただいてて、うん、素晴らしい先生ですね、うん、息もぴったりでね今度お呼びしてください ね、 楽しいですね今ヒアゴン賞は何クラスあるんですか6年生は、6年生3クラスです3クラスか、うん、もう一人の先生もあの中泊先生の方がいて、うん、大変素晴らしい方です、はい、もうこの源先生ですけど中泊源先生のお父さんと私また職場が以前一緒だったので、うんお父さんも先生なんですがそうなんです、うん、なんか先生の子供は先生みたいなね、うん、なんかありますよね、うん、あないかわかんないけど、あのよくほらなんかあの学年集会とかあるさね、うん、お母さん呼んでなんか説明とかする、うん、佐久間先生が説明してるさ、うん、こうやって指さしてね、うん、あの説明してる時にみゆ先生がさーっと来るわけさ、うん、なんだなんだと思ったら、うん、このわかるあの棒がシューって伸びるマジックの棒わかるなんかこう、うん、マジックこれぐらいのやつがギュッとシューって伸びるマジックの棒があるわけ、うんうんはい、あれをシュッと出してシューッとやって それで刺し棒に刺し棒にどうぞってさっきの息もぴったり息もぴったりマジックも出ちゃうわけそうやってすごいねポロッといいだからこういうなんて言えばいいんですかね遊び心のある先生で、はいまあ、また真面目にやるっていうのが、はい、やっぱり今の教育にとって大事なのかなって僕は思いますがありがとうございます、はい、もう頑張りますはい頑張ってください、はい、先生また何か、近々でもないんですけど、はい何かねどうしたのいやいやいや、まあ、僕の話もしようかなと思って、ね、なんでしょういやいや僕もですねあのなんか某ね三里工業ね最近野球負けちゃって準優勝だったんですが、はい、懲戒校長先生が終わった後に必ず僕が出て行って、うん、あの校長先生喋った後に、うん俺が出て、まあ、3年の時ですよ、まあ、先輩がいる時はできないけど、うん、はい、はい、みんな今日も一日頑張ろうって言って、はあ、またみんな懲戒が終わるっていうようなのをよくやってたんですよ、はあ、へーすごい素敵ですねそういいと思いますそうです で僕は3年の時に留年したんですよ、うん、留年しちゃって4年の頃はちょっと真面目に学校歩いて、はあ、卒業式にもう最後の卒業式ですよもうみんな終わりそうな時にもう今回は我慢出ないって思ってたんですけど、うん、もう周りから、うん、早くさん出ないのざわざわざ林さん出ないの、うん、いや分かったって言って出て、うん、おお三里工業よかったさらば青春されど青春っていう話をしてる時に、はい、電気科の嫌いの先生がマイク切ってるんですよだから最後の聞こえてないんですよっていうような本当にこうね、うん、あの懲戒でこうね先生が喋るとかね本当に子供たちもね、うん、喜ぶというかですね、うん、そういった僕もだから今いきなりすごいエピソード突っ込んできましたね今すごいいやいやすごくないですだから、うん、やっぱり教育ね現場先生なんかね、うん、まあいろんな先生がいてね、はい、だから本当にこうね
楽しい先生がいるということでファンキーさん聞いて今回ゲストで来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近なんかまた授業かなんかでやってたじゃないですか、あのなんかあ、お蕎麦の体験よかった。あれおすすめしたいんですよ、室川城にも。いいですね。ぜひぜひ。よかった。去年初でやったんですけど、あの、この小麦粉から、そう、蕎麦を作っていくっていう、麺から作って、蕎麦を作るっていうのを、やっぱ親子で体験しながら直接食べる楽しみがあるので、とても良かったです。あとさ、あの生地の玉作ってから伸ばして切るまでに生地を寝かすのが何分だった？20分ぐらい。20分の間に蕎麦屋さんが蕎麦のですね、この歴史などを紙芝居にしたものを紹介してくれるんですね。だからそういうのね、やっぱり沖縄のやっぱり伝統料理、沖縄蕎麦についての学びもできるので、それも深いんだよ。なんかね、そばそばっていう、沖縄そばって言っちゃダメとか。最初はですね。そうです。そば粉使ってないからとかですよね。そういうね、沖縄そばなんですよね。だからねとかいろいろね。あるんですよ。だからこのね、いろいろいろんな面白いっていうかも、戦争の話とかも絡んできてからの歴史がさ、そうなんですね。ぜひじゃあ、 あの室川賞でもね、おすすめしますいきたいなと思いますね。1プールの管理人でございますがね。まあ、ということで、あの今日もう一人ゲスト来ているということで、お呼びしましょうね。もう一人ね、来ているということでね、はい、お呼びしましょう。はい、みゆ先生のね、はいはいはい、おいでおいでおいで。さっきね、お話にございましたがね、今日遠足だったけど雨で中止になったということでね、はい、さあ、はい、どうぞどうぞ。はい、喋れるかな。あらら、はい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 、ということで、はい、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、いい、喋れない、あ、はい、あ、いいかな。さあ、いい、いい、いい、はい、いいか。さあ、まあこういった状態になっておりますが、すいません、大丈夫ですか。いや、お二人いますが、お名前をお聞かせくださいよ。はい、私の子供なんですが、はいはい、松川かなし、かなし、はい、かなしくんですね。かなしいごわのかなしですね。愛しいという意味がありまして、あと妹の方がうないと言います。うない、うわ、すごい、うないですね。こっちも沖縄に、両方とも沖縄の古語を使っていまして、主人が考えた名前なんですが、そうなんです、はい、ちなみにあのお父さんの名前は、あ、お父さんの名前言っていいですかね、はい、ゆきのぶと言います。あ、普通、いやいや、いいお家です、いいお家です、ありがとうございます。まあ、というのは冗談でございますがね、悲しくんにうない、うないちゃん、はい、沖縄らしい名前ということでね、はいはい、やっぱり沖縄もね、あの取り入れながら授業にね、はい、やっていると思いますが、はい、じゃあ、まあここでですね、もうみゆ先生、あのまあ、子どもたちにですね、はい、まあ、沖縄市全体、沖縄県、これも全部あの全国で流れてますので、はい、全国の子どもたちに、はい、よろしくお願いします。じゃあまずですね、学校は楽しいのが私一番だと思っています。やっぱり環境がまた子どもを育てると私は思いますので、はい、そういうやっぱり雰囲気作りを、やっぱり大切かなと、はい、だから子どもたちもですね、学校に毎日来れるように、やっぱり保護者のサポートも必要ですので、素晴らしい、ぜひ楽しい環境作りを、はい、やっぱりみんなが意識して頑張ってもらいたい、はい、で挨拶、はい、返事は一番大切だと思いますので、はい、ちょっとね恥ずかしいっていう気持ちもあるかもしれないけれども、うんうん、はい、それが一番ね社会人として一番大切な基礎になるので、はい、ぜひ自分から大きな声でね、はい、挨拶と返事ができれば、はい、きっとそれが広がって学校生活さらに楽しくなりますので、はい、私はそこを頑張ってもらいたいなと思います。はい、はい、どうも松川みゆき校長先生の講話でした。というのは冗談で、あの凛介先生も好きということでおっしゃってましたが、ね、やっぱり楽しむから笑うから楽しい、うん、楽しいから笑うんじゃなくて、うん、笑うから楽しいっていう凛介先生のもう名言がございます。あ、部長どうもお疲れ様ですね。はい、経済文化部の部長です。はい、ありがとうございます。ということでね、みゆき先生、また次もね、夏休みまだありますのでね、そうそう、8月30日から学校でしたっけね、うん、そうですね、はい、ということでございます。またタイミング合えばぜひともね、うん、まだ100分の2も喋れてないもんね。そうですね、まだまだまだ、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。いや、またあの、ね、なんか3人トリオがいるということで、トリオ ね一緒になって、佐久間先生と源、はい、先生とね、うん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まあ、ほんと喋り足りないと思いますが、またパート2ということでね、はい、パート10まで続きますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、あとファンキーさん100回まではやるって言ってますのでね、早とラジオね、お願いします。はい、ということで、はい、ファンキーさん、あの今回
介、よすいさんの話もしてください。そうでした、はい、新しいスポンサーがまた、はい、はやとラジオにつきました。ありがとうございます。はい、ね、こちらですね、魚水さん、魚が酔うと書いて魚水さんで、那覇市牧市にあります、はい、創作、ね、日本料理、創作日本料理、本当にね、腕が、高校時代の同年なんですけど、同級生ね、はい、彼も名古屋行ったりし、いろいろね東京で働いたりして、今ねすごい、すごい、ね、料理出してるのね、うん、今度連れてってね、みゆん先生も、はい、行きたい行きたい、ぜひ、まあ、ぜひぜひ、みゆん先生はあのコザエーサー祭りの二次会、二次会は日が落ちでやってますので、二次会に、はい、呼ぶってこと、よろしくお願いいたします。さあ、そしてね、エレメンツさんで引き続きですね、はい、T シャツをですね、うんうん、僕はあのオリジナルハヤトラジオの T シャツ作っておりますのでね、はい、またステッカーなども作ってね、そう、たまにはなんか聞いてる人を見てる人になんかプレゼントできたらいいかなと思います、ね、そうですよね、たまにやりましょうね、はい、よろしくお願いします。そしてね、スポンサーさんね、スポンサー、そして引き続き、沖縄健康サウナさんね、うん、そして、うん、居酒屋バケネコさんです、はい、ということで、うちのね原稿正勝、ね、はい、社長のですね、はい、原稿工業のですね、ビブスってあのサッカーの時着るものがあるじゃないですか、はいはい、あれをですね子ども育成会、子ども会にですね寄付していただいて、うん、最近室川にあるイーガーっていうところがあるんですけど、うん、あの役所の裏手にありますが、そこの清掃をですね、うん、やってきましたね、どうもありがとうございますね、あれも赤かったですね、そういや、そうそうそう、赤いやつ、はい、ということで、みゆ先生、はい、はい、まあ、4年目ということでございますが、まあ、来年度もしかしたらね移動あるかないか分かりませんが、ぜひともね、みゆ先生がね うちの学校に来てほしいという方、こちらの下の方までね、みんなそう思ってるはずだ、お送りしていただけたらなと。出てない、出てないということでございました。はい、今日のゲストでございます、みゆ先生、はい、ありがとうございました。松川みゆきでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週、ありがとうございます。